城県水戸市の相場のラーメンが星3つらしい。茨城研究所。どうも、茨城県スパスケのスペンキンです。はい、私がデルデルデルデスケです。はい、山中隆俊です。さあ、今回の企画はですね、茨城県内で星3つと噂されるお店に行きまして、本当に星3つなのかどうかを検証する、企画でございます。はい、そして今回はですね、茨城県水戸市東野町にあります相場さんに来ております。はいはいはい、上りがたくさんあったり、はい、してる、ちょっと一本入った道ではあるんですけどね、駐車場もたくさんありますから、はいはい、そしてこう営業時間がですね、はい、昼の部が11時から14時、そして夜の部が17時から20時、はい、そして定休日が月曜日となっております。はいはいはい、星3つらしいんです、ラーメンが。なるほどね。じゃあちょっと早速行きましょうか。行きますか。はい、行きましょう、行きましょう。はい、はい、はい。さあ、ちょっとね、店内来ましたけども、めちゃくちゃ綺麗ですね。テーブル席がこうやってあったり、はいはい、カウンターも結構ずらーっとあって、なんかすごいすっきりした、ね、いや、スタイリッシュよね。そうですね、だいぶちょっとおしゃれですね。はいはい、ちょっとやっぱラーメン、油麺限定サイドメニューとかいろいろありますけど、はいはい、これやっぱね、これやっぱラーメンでしょう。これが多分だから一番こう店の看板。なるほど。これでじゃあ行きます。えい、選べる、うん、細平打ち。なるほど。ああ、私はやっぱり平打ちだ。おお、ねえ、決定だ。はい、注文しちゃいましょう。注文。おお、いいですね。鶏醤油ラーメンの平打ち麺です。来ました。うわー、うまそう。結構あれですね、醤油も濃い感じの色だね、色はね、うん、結構黒めというか、いや、どでけえね、チャーシューも、はいはい、うわ、うまそうですね、これは。いただきます。平打ちですよ。これ選べましたからね。はいはいはい、私は平打ちで。お肉も、お醤油も美味しいね。やっぱ茨城が誇るさ、これ黒沢醤油さんだよ。なるほど。うまいわ。で、鶏も出てるわ。だし出てる、うん。麺もいいね。ちょっともっちりしてね。うまい。これはうまい。チャーシューも2種類あるよ、これ。はい、じゃあこれでしょ多分。はい、でもう一つは豚じゃない。うぃー、なるほど。あー、はい、高タンパク、高タンパク、おにうま。おお、うまいね。うまい、さっぱりしてる。なるほど。うん、うん、結構色がね、はい、スープも、はい、濃いけど、めっちゃそれは濃いとかしょっぱいって感じじゃない。なるほど。色ほど濃くない。おいしい。だから醤油と鶏の味がしっかり出てて、うまい。掃除機でティッシュとかを吸い込む時の感じになってて、うまい、いいね。今度脂身があって、すごい今度はさ全然違うよ。脂があってジューシー、うまい。2つ楽しめるのも嬉しいね。なるほどね。ちょっと山田さん、はい、お麺がねなくなっちゃってスープが余ってる、うん、ひぎ前玉注文。ヘア、ごめん、ヘアもう一回もらっていい？ヘア、ごめん、もう一回もらっていい？ヘア、もう一回もらっていい？ヘア、
ためもう一回これ何が取れてないの。だから最初に頼んどいたらこれがあとから押せばいいっていうパターンだったからね。あー来たー、来たよ、来ました、あえ玉です、あえ玉です。おあやっぱ細麺ですね、はいはいはい、これでやっぱ両方味わえますよ、玉ねぎとチャーシューと岩のりとネギ、うん、あーもう絶対うまいね、乾いてますね、あーあーいい匂い、なるほど、なんかいろんな匂い、匂いチャーシューもそうだし、いろんなねお肉といい匂い、なるほど、あーでも醤油、うんうん、いきます、いきます、細麺か細麺、うん、うんうん、そうめん、のどごしよし、歯ごたえよし、おにゅう、食べ応えあるね、麺が結構しっかりしてる、うん、うまい、スープが残ってるからちょっとつけちゃおうよ、うまい、どっちでもうまい、あーごちそうさまでした、あー美味しかった、いや美味しかったですね、何よりです、ここ相和の鶏醤油ラーメン、星いくつですか、星3つです、どこまで行くのね、どこまで行くの、これどうなったんだ今、すいません、すいません、いやいやいや、これ文句なしですよ、はいはい、ということで、ぜひ皆様こちら水戸市の相和に食べに来てください。おすめん人からのお知らせです。現在水戸駅北口ビストロ居酒屋食堂ヘイとコラボ中、会計時にこちらの画面を見せますと 5% オフになります。何人でも何回でも使います、ぜひ使ってね。この画面をスクリーンショットして見せても大丈夫です、ぜひスクリーンショットしてください。してますか、してます、何そのしてない人いたから今、あ、いた、いた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 、歌しないと、皆さん最後までご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、チャンネル登録高評価グッドボタン拡散よろしくお願いします、お願いします。いやめちゃくちゃ美味しかったですね、うーん、あーちょっと他の、メニューも行きたいなと、ね、鶏醤油パイタンね、ありました、ありました、さらにここにパイタンが、これどうなるの、おいしそう、あー美味しかったです。